い、こんにちは、おしんちゃんことごてあやです。本日はガジさんと荻川さんに来ております。イエイ。どうも、ガジです。初コラボよろしくお願いします。こちらこそ。今日ガジさんは荻川さんの通常のチャレンジ、はい、私はもう何度か成功しているので、また特別に作ってもらって、お互い30分でチャレンジしようと思います。では私の方もガジさんが終わらないうちに早速チャレンジしていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。制限時間30分。よし、ではでは30分チャレンジ、よーい、スタート。いただきます。あ、間違えた。この卵が大好きなんですよ。マヨネーズでさらに美味しそう。黄身がトロトロ。濃厚でカツオのお出汁がしっかり効いてる。すごい大満足。ありがとうございます。はい。全部ありがとうございます。なんでだろう。ありがとうございます。あ、でも最速狙えるんじゃないですか、ガジさん。でも10分経ってない。すごい。うん。すみません。大丈夫ですか。はい、かなりおかしい比率になってしまっていますが、麺は2玉入っております。大好物の味玉なので、多分61個完食できると思います。おかしいおかしい。どうぞ。
今までの最速が13分台だったので、10分とは驚愕の最速タイムです。すいません。つけ麺もあってもいいですか？つけ麺ですか？はい。酸味、はい、そっちなんですけど、下のハスの方。2種類あります。じゃあ酸味つけ麺と、はい、豚つけ麺。こっち、豚骨じゃないんです。すみません、チャレンジ中どっちがおすすめですか？魚丼です。じゃあ魚丼を。魚丼作る。はい。ラミ。特盛りで。特で。です。厚盛りと冷盛りあるんですが。冷盛りで。冷盛りで。はい。ありがとうございます。すごいスープの濃厚で美味しいです。へえ、楽しそうです。やっぱ頭にはご飯ですね。なんか進む。絶対うまいですよね。頼んでよかった。はい、大量の卵に思わずライスが我慢できなくなってしまいました。暑いけど美味しいからおすすめのタイミング。卵大好きなんですけど、でも60は欲張りすぎたの。60? 60 すごいね。やっぱなんかでも卵って重たいですね。なんか濃厚量食べると結構くるかも。あ、丸ごとも入ってるんですね。何があるか。まだいっぱいあります。欲張りすぎました。なんか何の鳥のスカってぐらい入ってますね。そうですね、なんか何匹分みたいな。え、余裕かと思ったら結構厳しいかも。卵が進まなくなってきた。やっぱトロトロとはいえ飲み込みづらい。し、なんか濃厚でなんかもう味が、うんうん、卵の濃さにやられ、ね、お願いします。伝えたいけど手伝えない。だいぶ食べ進めましたが、まだまだ沈んでおります。多分まだ10個以上あります、うん、ちょっと欲張りすぎちゃった。好きな食べ物も適度にが大事です。そうです。ご飯おかわりお願いします。ご飯がないと。でもご飯も合いそうですね。ほら、豚骨のスープもまた合います。美味しそう。ありがとうございます。お、また違うお漬物が。うん、漬物でさっぱりする。
卵60はちょっと無謀だった。スーパーの1パックが6個だ。マジさん、今度私がなんか暴走してそういうことするって言ったら止めてください。止まりますか。気持ちを騙そう、進んでるか。大事、大事。あ、でもなんか、もうなんか終わりが見えてきたじゃん。いいですか。あ、量何キロですか。4キロ。おお。私ギリギリになりそうです。これ10分。頑張って。これ60個。結構面白かった。我流さんの撮影方法などすごく勉強になります。すごいですね。本当に。あの、やっと、なんかちょっと2個ぐらい多いですよ。はい、ありがとうございます。さてさて、途中厳しいかなと思いましたが、順調に進んでおります。まだ地味に、まだ地味に1個2個あった。どんどん生まれてくる。生まれてくる。たまにあの麺が生まれてくるすり鉢とかあります。ありますね。どんどん生まれてくるやつね。やられました。おいしいものはほどほどにしてくれて、おい
しいものもほどほどにね。いやでも美味しかったです。卵本当お母さんの味たまったお気持ちです。ありがとうございます。今までご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、はじさんの動画もぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。バイバーイ。